ジョージ・ウォルトンは現在のアメリカ合衆国ジョージアの代表としてアメリカ独立宣言に署名した者の,の一人であり、ジョージア州の知事も務めた。ウォルトンはバージニアのカンバーランド郡で生まれた。両親はウォルトンが子供の頃に死に叔父の養子となり、大工として叔父の徒弟にもなった。勉強好きな若者であったが、叔父は勉強好きな少年は怠惰なものになると信じていて、 あらゆる学問を積極的に思いとどまらせた。ウォルトンは勉強を続け、徒弟暴行が終わると、ジョージアのサバンナに移動し、1769年にヤング氏の下で法律を学び、1774年には法廷弁護士として認められた。兄には大陸会議代表になったジョン・ウォルトンがいた。ウォルトンは愛国者の側の支持者となり、 ジョージア植民地会議の秘書官に選ばれ、また安全委員会の議長になった。1776年に大陸会議代表に選ばれ、この職を1778年まで続けた。1776年にアメリカ独立宣言に署名した時は、エドワード・ラトリッチと共に一番若く26歳だった。ジョージア民兵の第一連隊では大座に任命され、 ロバート・ハウ・将軍の大隊に組み入れられた。1778年のサバンナの戦いでは、死の防衛軍に参加した。しかし、一人の奴隷が、イギリス軍のキャンベル大佐に引きられた部隊に、死の後方に至る道を教え、それによって、死の前後から攻撃ができ、イギリス軍はサバンナ市を占領できた。ボルトンはこの戦いで負傷し捕虜になった。 1779年の捕虜交換で釈放された。その後まもない1779年10月、ウォルトンはジョージ役国の知事に選出されたが、この職にあったのはわずか2ヶ月間だった。1780年1月には、再度大陸会議代表に選出され1781年まで務めた。1783年から1789年には、 ジョージアの主席判事を務めた。1795年、ジョージア州選出のアメリカ合衆国上院議員に指名され、ジェームズ・ジャクソンの辞任で生じた空席を埋めた。ボルトンがこの職を務めたのは1795年11月16日から1796年2月20日までの約3ヶ月まであり、その後は公式に選出されたジョサイア・タットノールが、継いだ。 ウォルトンは将軍でバトン・グインネットのあだであるラクラン・マッキントッシュと政治的な盟友であった。ウォルトンとグインネットの政治闘争はウォルトンの職の解任につながり様々な犯罪行為で告訴されることになった。1777年5月16日、グインネットとマッキントッシュが決闘してグインネットが死に、ウォルトンは その決闘で果たした役割のことで非難された。さらに、リッチモンドアカデミーとジョージア大学の理事を務めた。ウォルトンはフリーメイソンであり、サバンナのソロモンズロッジナンバー1、F&AM の会員だった。このロッジは有名なフリーメイソンで将軍でもある、ジェームズ・エドワード・オーグル・ソープが1734年2月21日に設立した。ソロモンズロッジは、 西半球でイギリス人が設立したフリーメイソンのロッジで今日でも続いている最古のものである。ウォルトンは1804年2月2日、ジョージア州オーガスタに近い自宅、カレッジヒルで死んだ。当初はロスニー墓地に埋葬されたが、1848年にオーガスタのグリーンストリートにある群長者前の独立宣言署名者の石踏みに移送された。 アトランタの東にあるウォルトン郡は彼にちなんで名付けられた。他に少なくとも二つの学校がウォルトンの名前を冠している。ジョージ・ウォルトン包括的高校はジョージア州マリエッタの高い評価を受けている公立高校である。ジョージア・ウォルトンアカデミーはウォルトン郡郡長所在地モンローにある私立学校である。ジョージ・ウォルトンには子孫がいない。ディセンダンツ・オブ・ザ・サイナーズ オブザ・デクラレーション・オブ・インデペンデンス・アクセスと、23・エイプリル2008。ありがとうございます。